私たちは北海道を旅するどさんこ夫婦です。ハイエースでの車中泊も2年半が過ぎ、思い出がたくさんありました。しかし今回ハイエースを手放し、キャンピングカーを購入しました。納車しちょっとした車中泊を行ってみましたので、最後までご覧ください。北海道キャンピングカーフェスティバル2024やってきました。イエーイ。買うぞ。24年のニューモデル。おお。あ、いった。来ましたよ。あれ？別名ベッドシーンです。いやいや、意味が分かる。お。いいね。クレアハイパーエボリューション3。1,268万4,000円から。からだ。買えるかなこんなの。リピート。80万。ハイエースベースだからね、乗りやすいよね。トイファクトリー GT ベース車両はトヨタハイエース車両、この価格は856万5,100円。はい、マルチルームで今正座してます。想像してください、なんかちょっと江戸時代のこう懺悔してる人みたいな感じ。囚人って言うんですか。おい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 。いやキャンピングカーいろいろ見てきましたけど、やばかった、危なく契約するとこだったわ。ん？いや慎重に行かないと、高額だからね。でもね、ここからちょっと考えます。中古のキャンピングカーがいいのか新車がいいのか、富士カーズジャパンにちょっと行ってみたいと思います。今回はね、買う気満々なんだけど、これはどうなるかまだ全然わかりません。富士カーズさん、すごいいっぱい店員さんね、キャンピングカー、はい、在庫持ってるんだよね。おすごい。今日のね、キャンフェス、はい、行ってみたけど、うん、ちょっとやっぱり予算と、はい、ちょっと合わないかなというところで、中古車も検討してみたいと思います。はい、外にもいっぱいあるんだけど、うん、このね、建物の中にもすごいいっぱいあるんですよ。はいはい、ナッツさんのクレアとかさ、すごいたくさんあるでしょ。ねえ、939万円ってすごいな。新車でもいいんじゃないっていうぐらい。それを言ったら終わりだろうっていう。すごいいっぱい持ってるね。そして今回、はい、まあ、いろいろ検討した結果、うん、条件がいくつかありました。まずはマルチルームがあること、はい、ハイエースベースとかじゃなくて、うん、カムロードとか、はいはい、キャブコン、うん、バンコンじゃなくてキャブコンにしようかなというところを検討して、まあ、それを条件にしました。はい、今日はいよいよキャンピングカー納車の日です。イエーイ。今歩いてね、富士カーズジャパンの札幌店さんに向かってます。はい、いやちょっといよいよ来たね。ドキドキしてる。長いな長いな、まだだななんて思ったけど、全然もう来ちゃった。もう早かったね。はい、富士カーズが見えてきました。おお、結構歩いたよ。本当だね。いや、いよいよだ。本当楽しみだ。富士カーズジャパンにやってきました。はい、すごい数だよこれ。ねえ、すごい。キャンピングカーがずらり。ねえ。いや、うちの車どこかな。はい、札幌の富士カーズさん、すごいのはこの中。うわー、すごい。この広い。で、倉庫の中にもすごい数いっぱいあるんだよ。ねえ。ずーっと見ていくと、ほらほら、もうこの中、はい、キャンピングカー走っちゃってます。うわー、すごい台数。いよいよ納車です。これが我が家の、はい、クレソンボヤージュです。うん、はい、この車は年式2017年、乗車定員6名、就寝人数5名のクレソンボヤージュです。富士カーズジャパンさん、
営業担当の方に説明をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらからぐるっと回っていきますね、はい、外部コードですね、要はサブバッテリー充電の時に基本的には使う形、はい、なのでまあ出発前しっかりフル充電かけてもらって使っていただければと、はい、でここはあの軽油って書いてある給油口が入ってます、はい、であとここがバケッチドアですね、かけるためのそうですフックですね。あ、なるほど、はい、これしてるのを大体皆さん忘れてそのまま思いっきり締めようとして割ることが多いので、はい、気をつけて。そうです、サブバッテリー1個見えてるんですけどもう1個あるんで、はい、まあ、電装系がちらっと見えてますね、はい、FF ヒーターの配管、はい、そうです。まあ、冬雪が結構積もりそうな天候の場合、ここが塞がってしまうっていう可能性があるので危ないですね。そうですね、危ないです。リアベッドの下は3箇所、横2枚と後ろ1枚と間口が広いので、まあ、荷物の出し入れはかなりしやすいかなと。一応中からもアクセスできるようになってるんで、ここですね、はい、アクセスできるの。そうです。水タンクもありますね。あります。20リットルぐらい。20ですね、はいはい、次この下ですね、ここも収納庫になってまして。あ、これ知らなかった、まあ、20になってます、はい、で開けると、まあ、それなりに入りますね。収納できますね。これあれですよね、室内に通じてないから。通じてないので、そうおっしゃられるように水濡れたものとか、濡れたものとか、あと匂いするものとか、うん、そうですね、はい、カメラです、カメラですね、まあ、この車両に関しては常時後ろの映像が車内で流れてます。後ろラダーがついてます、はい、今天井を見ていきます。これソーラーパネルがついてます。それとマックスファンですよね。ここは、ジャッキー車載工具がここに入ってます、はい、回す棒、はいはい、はい、そこに入ってるんですね、はい、先端が T 字になってるんです、はい、まあ、ちょうどこれがこういう風に回していくと、ガシャッと、はい、くる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 出してもらって、お、はい、だけどこれでねタープとか貼らなくてもいいから食事したりとか外で。そうですね、この中でできちゃいますね。すごい。いいわ、夢のようだね。乗ってみます。すごいいい匂い。木の香り。ちょっと鍵の説明をしてもらってよろしいですか。これがメインキー、はいはい、まあ、エンジンかけるときとかに使う鍵ですね、はいはい、でこれが、まあ、キーレスですね、はいはい、ここボタンがあるんですけど、はい、ここを押してもらうと、お、こういう風に。これはエントランスの鍵ですね。でちっこい鍵で、この小さい鍵、これが最初外回り説明させてもらった収納庫とかバケッチドアの鍵になってます。給油口はメインキーです。メインキーですね、わ、はい、かりました、はい、これディーゼルだから、はい、エンジンかけるときにグローがついて消えてからですね。おお、ミラーの格納ですね。おお、閉まった、動きますね。おお、あ、これは便利。この辺はもうあの普通車とあまり変わらないんですけど、はい、エアコン関係ですね。あとナビがついて、ナビですね。これですよ、ちょっとさっき言ってた、はい、あれ、バックモニターの時はナビ、いえ、もうここに、これがもう全てです。バックもここを見るし、はい、走行時もずっとこれがついてると、はい、で ETC とドラレコですね、はい、いよいよ中に入っていきたいと思います、はいはい、今あの街灯ついてますね、はい、これ LED なのですごく明るいですね。日中でこの明るさですから、はい、暗くなったらもう相当明るいと思います。エントランスドアですね、はい、でこれもロックが2箇所あります、まあ、風とか強くない時はその白いところ、あ、これ、はい、カチッと閉まる、はい、まあ、風とかは強かったりすると思うんで、こっちでロックしていただくのがここですね、はいはい、無難かなと。中から外に出る時はこれはドアノブになってます。でここで一応ロックもできるので、押したりとか。そうです。あ、なるほど、はい、これはまあ取ってですね、閉めたりするとき、はいはい、これあのガラスではなくアクリル窓、はい、この車両すべて、運転席助手席フロント以外はアクリル窓、はい、使ってるので、まあ、プラスチックですね、はい、おー、すごい、いや、すごいいい匂いする。木のね、香りがするよね。これいいじゃん。
横向きだよ。メインスイッチ、はい、ではこれがあの照明だとか、まあ、電気関係全部のスイッチになってます。これが残量計になってます、はい、これパーセントで出てるんで、はい、の目安で使っていただくと、はい、ただここはもうあの、靴箱ですね。はい、そこが、バンクベッドですね、まあ、寝るときはこういう風に出していただいて、はい、これ結構くるの、あ、広い広い、はい、ここまで出てきます。そしてマットとはしご、はしごですね。ここで寝たりするときはこれを外さないと、外して、はい、ダメですね。でここにはしごをかけて、はい、こうしたらちょっと上に上がってみようかな、はい、広いよ。187-170なんで大人3人は寝れます、収納棚ですね、かなり広いと思います。ここつまみになってるんですよ。これでカチッというまで締めていただいた方がいいです。あ、じゃないと走行中危ないですね。走行中あのバタンバタン開きます、ご飯食べたりだとか、はい、くつろいだりするスペースですね、はい、これもいいですね、広くて窓が、ここ広いですね、はい、まあ、ここも4箇所ロック外して、はい、開けることができます。あ、ただこれ安全の関係でチェーンされてるので、はい、もうこれ以上開かないようになってます、はいはい、基本的にロックは一番手前側、はい、これでロックになるんですよ、はいはい、ただこの間にはめ込む、要はこうするとここ隙間になるんで、うん、まあ、ちょっとした換気とか、はいはい、っていうのができる。で走行中は絶対に開けないでください、うん、はい、アクリル吹っ飛んでっちゃいます。はい、してここもやっぱり車高と、車高とあと網戸、はい、網戸ですね、上が網戸、あ、はい、いいな。で下が車高、はいはい、になってます。この座席下にバッテリー関係がついてるので、はい、中はねこんな感じ、あ、はい、外に貫通してる車両本体のヒーターですね、あ、はい、サブバッテリーが2個あって、はい、そしてこれが FF ヒーター、ね、FF ヒーターの本体、こんなになってんだ。こんな青いのってもしかしてインバーター、あー、はい、1500でしたね、うちね、はい、エントランスのドアは絶対に閉めて使ってください。まずこれ外します。あ、そんなの抜けるんですね。抜けます。あー、椅子が、そうです、拡張した、後ろ空いてると落っこちる、落っこちちゃうんですよ。間違いなく頭から落ちます。はい、そうですね。しっかりロックもかけて使うぐらいの気持ちでここは使ってください。そうですよね。はい、ここも椅子になるともう本当に囲めるので。そうですよね。はい、だってこっちも座って座れますし、うん、ところがあるから、はい。ここの下も一応収納になってるんで。なるほど。おお。あー、はい、収納になってる。シンクですね、行きましょうか。電子レンジですね、電子レンジ、はい、外部コードの方で刺さってるので使えます、ね、このインバータスイッチ、はいはい、これ入れていただくとここ赤く点灯するので、はい、そうするとここが今度オレンジ色になります。光ってる方にこれを差し込めば使えますよっていう話になってきます。ヒーターのスイッチですね、FF ヒーター、はい、ベバスト製、これがエンジンを切ってる状態でもヒーターが使えますよ、ヒーター使いたいからって言って燃料の補充が必要なんです。点火するとき最大で、あ、これで点火になるんですか。そうです、マックスでつけていただいて、で暖かい風が出てきたら弱めてもらって、はい、好みの、はい、はいはい、というような使い方でお願いします、はい、で標高の高いところ 2000m 以上とかだと使えないです。いきません、はい、結構もう暖かい空気出てきてる、ずっと近くに手やってると火傷するぐらい熱くなるんで、相当熱いよこれ、はい、うん、でもこれ1個で温まるんですもんね。温まります。あとマルチルームにも多分吹き出しがあったとは思うんですけど、こっからも出るんだ。左からいきます。室内灯位置ですね。あー、なるほど、はい、横の丸型の電気ですね。次が補助ライトってなってますかね。あ、マルチルームですね。ここだ、マルチルームの、はい、次が流しですね。で、これがルーフベント。おー、回ったマルチルーム。追加で取り付けさせてもらったソケットですね。まあ、ラップポン置きたいんで、はい、ちょっと今回はオプションで付けてもらいました。
水道ですね。使う時にスイッチを入れていただきたいんですよ。蛇口がひねってある状態、ポンプ気づかないうちにもうずっとポンプが回ってる状態、モーター焼き付いちゃうんですよ。使う時に水道のポンプをオンにしてもらう、はいはい。これお湯出るの？出ないです。ボイラーついてないから。いや赤いのついてるからつくのかな、はい、冷蔵庫が結構電気食うんですよね。で、サブバッテリーを長く持たせるための使い方、出発される数時間前に外部コード挿してる状態であればもういくら使ってもいい状態なので、そのうちにもうマックスでキンキンに冷やして冷やして、はい、冷凍庫もついて1日したら同時に冷凍庫も弱まります、はい。まあ、調味料とか、調味料とかですかね、はい、いろいろ走行中これ出てるとロックされてないので、はい、開いちゃうので、しっかりロックしてもらう、はい、手元で消せるんで照明、あ、はい、これいいですね、はい、寝る時とか、はい、はい、はいはいはい、分かる。ちょっとついに取扱説明も終わりました、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、うちのキャンピングカー、いいですね、北海道どんどん旅したいなと思ってます、はい、ご丁寧に説明していただいてありがとうございました。 ありがとうございます。なんだかんだ言って2時間以上やってましたね。そうですね、はい、結構、はい、いやこの時に聞かないとやっぱりちゃんと説明していただかないとわからないこと ね、はい、いっぱいあるんで、はいはい、丁寧に説明していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。気をつけて。はい。どうも。ありがとうございました。うわ。どう？大丈夫？乗れる？運転できる？運転はできるよ。両サイド、ミラーが大きくない？大きいね。怖い。落ち着け。落ち着け。一旦落ち着こう。これ慣れるまでちょっと走らないと慣れないよ。やっぱりドライブしなきゃダメじゃない？しゃみ出してるのか私大丈夫？怖いよやっぱりトラックだから。ギリギリだもんそっち。今日は道の駅石狩アイロード厚田で車中泊をします。到着したのは夕方5時過ぎ。日本海に沈む夕日がとっても綺麗。ニシン街道熱田で記念撮影。さていよいよ車内をお見せしますね。まずは車内が暑いので窓を開けます。そして網戸をして、あー涼しくなった。次はバンクベッドを展開します。おー広い広い。我が家ではここはきっと荷物置き場になります。ここカーテン、運転席側との間仕切り、はい、じゃじゃん、マルチルームです。広いです。ここはねポータブルトイレを入れたいなと思ってます。はい、はい、敷きパッド、常設の2段ベッドにするか、こういう2人寝れるベッドにするか迷ったけどね。広いぞ。広い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 、よいしょ、広いよ、よし、あ、もう眠いぞ。はい、キッチンです。はい、おお、シンクですね。水が出るようです。水出ます。うわー、電子レンジ、インバーター 1500 ワットなんで、うん、600ワットの電子レンジをつけてもらう。あ、ついてた、ついてた。冷蔵庫開けます。まあ、今回はちょっと練習っていうことで飲み物をいっぱい入れてみました。今日はショコラちゃんも来てます。一緒に旅するのに、まあキャンピングカーがいいかなというところで、さあ
今日は北海道のものを買ってきましたレトルトとかそればっかりじゃん、カップラーメンとか今日は実験ですので、初めての車中泊、こういうのでいただきましょう。今日は何食べます？俺ね、函館カレーにしようかな。五島県のカレーでしょ。いいの食べるね。じゃあ私もカレーにしようかな。吉野カレー北海道のカレーだわ。そうそうそう、今ね電源が 92%、うん、で今電子レンジ 600W で2分やってみようと思います。どれだけ減るかな、 600W でね。いきますよ、スイッチオン。おお、あったかい？あったかい。あ、ちょっとなってる。もうなってないで困るよ。カレー入れます。うん、ほかほか。北海道産七つ星です。はい、はい、いただきます。五島県だって、うん、同じ、スパイシー。ほんと三好の何かな、うん、うん、うまっ。はくわ、おいしいね。おいしい、おいしい。三好の交換タイム、スパイシー、すごい濃厚でおいしいね、うん。あ、函館の有名洋食屋さん、五島軒です。クラシックで乾杯。北海道の自慢、はい、クラシックな、はい。今日ですね、私たちの動画が公開になりました、はい、見てみよう。さよならハイエース。今回北見の旅、車中泊。観光北見市へ向かってます。このハイエースでの旅が最後となり、急遽カメラを回しています。あ、ぜひ見てください。メガネです。メガネ、メガネ。あ、すっぴんもあります。頑張って作ったね昨日なんてもう何時間、15時間ぐらいやってたよ追い込みで一口で食べてみた動画を見ながら、今日は車中泊でご飯を食べてます。はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけね、すっぴんですもう寝ますあ、寝よう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 、 うわ、あ、気持ちいい